からな。そういった人たちは、まあまあ、離れたくないとは言うけど、ね、やっぱ重症があるのかなと思って、やっぱり走ってるかなと思ってるけど。ジャーナケットフォービット超特定チーズやっぱり、それがやっぱりちょっとね、こうやっぱ好みになっちゃったわ。何なんだろう、キャビオン正直的だもん。やる気なんか変わるかね、やっぱり、そこが結構ね、人が結構ありがたい。トイレの清潔さが、綺麗と禁止のネオレスト、匂いも綺麗。一緒に喋れば無駄なんだけど、そのままでもやっぱ見てみんなに雰囲気をちょっとよく見たらいいなって思っちゃう。世界変えればみんな違うことになるもんね。いつもやっぱになっちゃうからね。正直タイでも2人じゃん。そうもうボーカルのユモケンがもう本当に2人来ました。ウッズマスカのタイトさんだったら完全プロワーになっちゃってくるからね。我々ラスカルジョリーのよりだから。そしたら石井さんね、そういうレベル、あの、新人になったら現場取らずにとって、あの、シルフィーだったら、シルフィーだと思うんだけど、それもシルフィーって言ったら、メンピッカーね。結構、独特ではあるんだよ、割と。なんかね、思い浮かばない。なんかいろんな曲と似てるようで、結構ね、オリジナリティがある。そう、なんか。マーティンさん。俺もギター始めればいいんだよ。待ってても待ってるし、絶対やってる。ソロアルバムだし、ね、で、イシュも難しいじゃん。みたいな。ボーカルが結構。完全に11号は運行しました。服部前停車でございます。
ボーカルの中やっぱり自分が一番分かってるんじゃない、それから。かっこいいとこあるじゃん。